ヨンです。ともしです。こんにちは。こんにちは。チャンネル T よりぶです。今日はね、サムネでも出てると思うんですけど、はい、G430 の検証です。はいはい、偽物と本物。はい、もう G430 まで偽物が出てると。新しいですもんね、結構。はい、すごいな。多分やけど、見た目はあんま分かりにくい。そうですよね、うん、裏とかほぼ一緒。よく見な分からん。まあ、最近の偽物あるあるかもしれんけど、クオリティ高いか。クオリティ高い、異常に。え、これちょっとマジで、いや、見比べてもそんなに分かってないし、今のところ。ウェイトの色とかね、うん、なんかな、ちょっと薄い、うん、テカリ方がな、はい、ちょっと後でお見せしますけど、うん、まあ細かい部分でちょっと違うとこが多いと、うんうんうん、で、今回反発ケースもやっちゃってました。この間 G430 やりましたけど、はい、もう240半ばぐらいかな、マックス。マックス245です、ね、245か、はい、この偽も一体どれぐらい反発ケースいってんのか。これがまさかの高反発やったら、やばいな。やたらいよいよ偽物やと。総重量とかヘッド重量とかも。ああ、そうね、データもね、はい、せっかく T オリーブなんで、うん、はい、はい、あの測りながら、全くシャフトも純正の同じもんがあるんで、ヘッド重量と合わせて測りたいと思います。はい、はい、じゃあまず見た目をね、はい、ちょっと見てもらいたいと思います。わかりますかね、カメラ越しやとわからんかもしれんな。いや、でもなんかこうキラン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 ってなってるさ。いや、これカメラ越しで見て。確かに、あんまり伝わらない。わからんくない。ほら、なんかこっちの方が光沢がすごい強い感じ。はい、どっちが偽物でしょう。こっち偽物です。で、こっち本物です。しかもこのなんか粒々の大きさもちょっと、うん、ちょっとここの辺がなんかテカってるというか、うんうんうん、粒々が、うんうん、クラウンはこれぐらいも違いますね、うん、はい、フェースがなんか本物はちょっと繊維っぽいっていうか、ここが、そう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 、サラサラ、ここツルツル、なんか滑りそう。うまいこと作ってんね、これね。え、もうほぼ一緒、うん、で、ソールは、ソールはわかります、これ違い。ソールほんまにわかりづらいよな。ウェイトの色、色、うん、ここのこの色がなんか違う、なんか違うぐらい。単品で見たら分かんないです、うん、ここもちょっとなんかこの色が、うん、ああ、はいはいはい、出方もちょっと違う、なんかこういうなんか、うんうんうん、なんかテカってんね、とにかく偽物は。確かに。で、フォントが太いねんけど、これは多分ここのね、うんうん、これが、あ、うん、確かにちょっと違う、違うんですけど、多分見比べな分からへん、うん、しかもなんとなくドローとフェードの文字も大きさ違う。ああ、だからフォント系は違うかも、うん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 、ぐらい。でも、 いやな、でも見た目で判断するのはそれぐらいですね、うん、いや、結構似てるわ、うん、今まで比べてきたやつの中でも結構似てるから、かなりクオリティ高いな、うん、へえ。じゃあヘッド重量、はい、はい、気になるわ。じゃあ偽物からいきます。はい、189、ちょっと軽い、ちょっと軽いですね、ちょっと軽いか、ネジもついてるやんな。ネジもついてます、はい、もうちょっと重く出てもいいような気しますけどね。じゃあ本物、はい、200プラススリーブ、うん、重いですね。重いな、意外と重かったね、うん、ピンってえらい重いな、えらい重い。ちょっと最近のヘッドにしては重いよね、圧倒的に。ステルスより重い感じ出てますもんね。ステルス197、うん、プラスが197、スリーブ入れて200かなみたいなイメージだもんな、うん、両方偽物いうことないよね。いやいや、ないうちのシャークラブなんで。じゃあ次はシャフトの方を、はい、違いを測りたいと思います。どうりでバランス出てないと思ったのかな。なんか軽い感じしたよな、はい。じゃあ本物ですね。はい、これ本物です、はい、シャフトとまあグリップの重量も定かじゃないんですけど、偽物は109、はい、うん、本物がうちは 50g のグリップつけてます、はい、で、これ偽物ですね。偽物です、はい、軽い、軽い、 10g 軽い、総重量 20g 軽いわ。だってなんか酒持っとうだけでなんか軽ない、うん、って言っててんな。あ、ほんま。はい、じゃあ振動数を、はい、はい、もうええか振動数。
もう振動数参考ならんくない、ヘッド重量が全然違う、ヘッド重量ちゃうから。もういいっすか。まあまあ一応偽物は偽物に入れて、本物は本物で測る感じにしますか。じゃあ偽物の、はい、はい、ここからこれ偽物です、これ偽物です、信じてください、これ偽物です、はい、はい、偽物から振動差測ります、はい、ももちが測ります。はい、ももちが測りますよ。名前変更せなあかんかもしれない。たまにでもももちって言われてる。あ、言われてる。だから別に違和感ない。柔らかいよ。いきますね。はい。はい、硬っ。さっきアイアンの撮影しとるから。確かにな。偽も硬っ。じゃあちょっとヘッド重量とか違うんで参考になりにくいかもしれないですけど、うんうん、本物です。です、はい、変わらへん。偽物のシャフトは 40g 台ぐらいかな、多分。グリップが分からんけど、グリップがツアーベルベットの軽いやつです。ライト、あ、ライトが入ってんねや、はい、それでやな、いきます。はい、やらかっ。まあ純正ってこういう感じですね。そう、まあ本物らしいな。ある意味。じゃあ売ってみましょう。反発係数は最後に発表します。はい。じらしますね。はい。はい、本物のピンの G430、はい、マックスの方から売っていきます。はい、硬っ。え？純正なの？238ですけど。シャフト間違っとったなんか思ったより数238と思えんぐらいちょっとしっかりしてて、あ、ほんま、はあ、優しいヘッドやからちょっと左向いてる感じありますね。あ、そうな、うん、うまいこと打つわ、うん、フェード出た、うん、うまいこと打つな、ええ感じやん、ええ感じやな。マックスがスピン量入ってそう、柔らかいのうまいこと打つわ、ほんまびっくりするわ。じゃあももちも打つ。はい、ももちも打ちます。やっぱフェイスの感じはすごい、ああ、そうな、はい、やっぱフェイスがフォージドフェイスなんでむちゃくちゃ気持ちいいですね。これやからピン好きだったんですよね。なるほどな。 今でもやっぱ打感はやっぱ業界で一番いいと思います。偽物になってたか絶対ちゃうはずない。ええかもしれない。もっとですか。はい、頑張れ、ももち。なんか重く感じてる。あ、そうか、それは重いんか。はい、ヘッド重いから。なるほど、確かにな、ね、バランス出てるかも、ピン打ったことないけどこんな打感ないって感じ。でもまっすぐ行った。ああ、いい感じいい感じ。今いつも通り。なんか優しい感じやな。優しい感じ。うんうんうん。おいいやん。17度で2100回。うん、いいよ。意外といいです。うん、意外ととか言うな。本物やった。それにバンキッシュさせたらもう最高。優しく飛ばせる。じゃあ偽物を。はい。はい。この偽物の方ですね。どこ見せたらいいか分かんないです。ちょっと戸惑ってます。とにかく偽物です。はい、信じてください。もうそれしか言えないですね。軽いし、グリップ細いか、軽型の状態ですね。レアやな。266パチンって触れそうです。こんだけ硬かったら。何に似てるやろ。何に似てる。そこ探さんでええで。あ、いいですか。誰も参考にせえへんし。変わらへんし。よし、あと言ってるか。フェースの向きがちゃうもんな。アップライト具合がこっちの方が。アップライトな。はい、へー、ちょっとアップライトです。え、なんかすごい音したけど。すごい音する。はい、いいですか。はい、もう一球。じゃあえらい高か。もう一回いこう。はい、うわー、何今の音、怖っ。なんかボール割れそう。割れてない。フェイスが割れそうです。すげえ音しとうけど。
ロフトももう、ねえ、ちょ待って、何球めっちゃ上がってんだもんで、ね、でも17度なんや。じゃあスピンがちょっと多い、うん、マックスの分入ったかなって感じ。けど飛んでるな、すげえ音したけど、うん、でも変なとこ当たってるわけではない。うまいな。けどあの音割れたかも。いや、割れる、なんか薄い感じです。薄い、うん、あ、薄いから飛ぶんかな、あって思うもん。打ったら分かる、薄い、敏感やな。結構薄いっすよ。ちょっと今から反発係数発表すんのにやめてや。これで分厚かった時やめてや。でも今なんか球をこう転がしただけですけど、ちょっと薄そうな音がしてました。軽い音が。ああ、そんな感じだな。なんかすごい音よ。パキーンって言った。ももしは一切変わらず、はい、何も変わらない。いつも通り。何言っても変わらない、はい、けどめちゃ薄そう。薄いよな、うんうん、反発ケース楽しみ、はい、そうなんです。薄い薄い言うてますけど、実は、はい、めっちゃ薄いですよ。でもほんまに割れそうな感じですよ、うんうんうん、ね、これすごいんが、はい、反発係数測ってもらったとこから、はい、何も言わんと送って、はい、これ偽物ちゃいますかみたいな、はい、が来てて、板厚がとにかく薄いと、はい、1と2が、うんうんうん、1が 2.72、 ほほ、で2が 2.64 で3、4、5、6、7が厚いと、はい、でもそんな厚いようには見えへんねんけど、だいたい 2.5 前後、はい、5から7ぐらい。フェース面粗さが細かい。ももしが言うてる通りやね。おー、はい、うんうん、ここがツルツル、うん、ツルツルってこと。そう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 。で、偽物じゃないんですかと来てます。おー、すごい、はい、すごいですね。やっぱ分かるんですね、普段ヘッド見てる業者なんで、問題の CT 値ですね。 CT 値268、20以上ちゃう。本物は245ぐらいです、はいはい、反発ケース 0.8348 です。23変わったら、その数字上何ヤード変わるんですか。11ヤードぐらい。うーん、あ、じゃあまあそんなもんで、うん、まあ、10ヤードぐらいかな。ヒールで打ったけど飛んだ。ヒールやったけど、ヒールやったんや。そう、はい、じゃあ実は1と2で打った方がいいという。上が、上が真ん中、真ん中と上そうそうそうで打ったら飛ぶというね。いや、ほんまに割れそうな感じのだ、すごい音してたもん、うん、キーンっていうな。ええ違う。シャオちゃんちゃん、読んでない、読んでない。ということで、偽物高反発ということが判明しました、うんうん、ちょっとまあ飛びますけど、ちょっと出回ってるみたいなんで、どうやら、はい、皆さんも気をつけてご購入ください。100球が打って割れそうですけど、割れるやろな、これ。まあ、しらっと持っていく分にはええかもしれない。能力高いから。確かに、うん、でもまあ買わんように皆さん気をつけてください。これ、はい、北斗で言うと、トキがラオウと戦った時に、なんか自分で飛行ついて強くなった時ぐらい。そんな時あるの？あります。めちゃくちゃ言ってました。しかも言ってましたのに、わからない。268どれぐらい強いか、ちょっとコメント欄でいただきます、ね、ラオウはそれ以上いうことになるな、でも。ほんまですね。280近いかもしれないです。はい、ということで。この動画が参考になったよって方は、チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。皆さん気をつけてください。ありがとうございました。